ビクトル・バシリエビチ・ゴルバトコは、ソビエト連邦の宇宙飛行士。1960年3月7日に宇宙飛行士に選抜される。ソユーズ7号、ソユーズ24号、ソユーズ37号に登場した。1982年に宇宙計画から離れた後、モスクワの空軍工科大学の教授として務める。ソ連邦英雄の一人。 1934年12月3日にクラスのダール地方のニュータウンであるベンツイザリアで生まれた。1953年にパブログラツキー軍事航空学校でパイロットの初等訓練を終え、56年にはバタイスキー軍事航空学校を卒業する。宇宙飛行士に選抜されるのは1960年だった。68年には ジュコーフスキー記念空軍工科大学を卒業。初めての宇宙飛行を達成したのは1969年10月12日から17日にかけてだった。ソユーズ7号である。二度目は1977年2月のソユーズ24号であり、宇宙ステーションサリュート5号だった。1980年6月のソユーズ36号、ソユーズ37号。 そして、宇宙ステーションサ左竜ト6号が三度目である。ベトナム人のファム・トゥアンはその時のパートナーの一人だった。記念切手になった、ゴルバトコ1974年には、ロシアモンゴル友好協会の理事長に選出される。89年3月には、人民大議員選挙に当選、第1回最高会議のメンバーにもなった。2003年には、 ソ連邦英雄を二度受賞した副賞として、クラスのダール地方のバクバーンスクで、ビクトル・ゴルバトコの記念碑の除幕式が行われた。銅像は、宇宙帽こそ被っていないものの宇宙服を着た彼の面影をよく伝えている。2005年、ユコス社の元役員たちに制裁を求める、探願書へ署名した50名の著名人の一人となった。ありがとうございます。